愛知県豊田市の山あいにポツンと佇む古民家。こちらカフェなんです。今日はジビエプレートっていうやつをいただいたんですけど、全然癖もないし、豚のコロッケなのって思って食べてたら鹿なんだっつってね、美味しい。お客が美味しいと驚くメニューはジビエ料理。鹿肉のプルコギ丼をはじめ、鹿のコロッケなどが乗ったジビエプレートなど。店内にはイノシシの剥製もありました。オーナーはこの方、清水純子さん49歳。カフェを経営しつつ漁師もこなします。さらにこれ自分で解体して出荷してるんです。自ら野生の動物を狩り捌く。そこには清水さんに起こったさまざまな出来事が関わっていました。豊田市安家地区の山あいにある山里カフェムイ。朝8時お店にお邪魔すると、奥の厨房では清水さんがランチの仕込み中でした。これは何を作ってるんですか？これは鹿のプルコギです。今基本有害駆除っていう駆除で取ってるものを使ってるので、どうしても鹿が多くなってしまうんですけど、狩猟期になるともっといろんな種類のお肉が出てきます。自分で取ったお肉ってことなんですか？そうです、これ取ってきました。こちらで出されるのはジビエ料理がメイン。そのほとんどを清水さんが自ら狩り調理しているのです。先月のメニューは鹿肉を使ったプルコギ丼に、鹿肉とキノコを合わせたパスタ、鹿ポトフと鹿コロッケが入ったジビエプレートなど鹿尽くしです。噛み応えはあるけども、全然思ってたより食べやすい。漁師さんがやってる、それも女の人がの漁師さんがやってる店だっていうんで、ちょっと興味が湧いて。臭みなどもなく、お客にも好評です。でもなぜジビエ料理専門のカフェをオープンさせたのでしょうか？有害駆除っていうのから入ってて、イノシシとかシカが9割廃棄されてるっていうのを知ってから、なんとかできないかなって。その子たちが生きて行かなきゃいけないからの現状で、人間の都合で有害とか駆除っていう話じゃないですか。それを取って捨てるんじゃなくって、やっぱり生きてきた証じゃないけど、無駄にせずにきちんと食べてあげることこそがいいのかなって私は思ってます。自ら取った命を美味しくいただくことを実現させたのがこのカフェなんです。清水さんは7年前漁師の免許を取得。今では年間100頭以上の動物を狩猟しています。漁師っていう職業があること知らなかったんで、そもそも。もともとは何をされてたんですか？もともと介護士です。知的障害を持った子どもたちの介護士をやってました。15年前まで介護士として働いていた清水さん。その頃友人の紹介で旦那さんと出会い結婚。そして3年前この明日家に移住してきたのです。漁師となったきっかけは、なんとお米作り体験でした。そのお米作り体験に来たアスケの地主さんが、イノシシの被害にすごい困ってて、昼間にイノシシが走ったんですよ。それを見た時に、うわイノシシだって叫んだ時に、取ってくれやって言われて、あやらなきゃってふって落ちた。でイノシシ見たの年賀状しかないんですよ私。だけど目の前で昼間に出て、それをお米作ってる田んぼのとこを走られたら、あこうやって出るんだっていう風に思えるから、多分そこで落ちたと思う。実は
愛知県の野生動物による農作物被害は昨年度で4億5000万円以上にも上ります。動物たちが餌を求め山から降りてくるケースが主ですが、最近では農業従事者が減ったことにより同じ田畑が何度も狙われるケースも増えているそうです。そんな農作物被害に苦しむ人たちの現状を知り、漁師の道へ入ったのです。やっぱり純子さんにしかできないことをやってるなっていつも思いますよ。やっぱその獣害のことだとか、やっぱりその目的があっていろいろこの活動をされてるんで、あの地域貢献というかそういうことをしてるなと思ってます。近所の人も清水さんの活動に一目置いています。午後5時、清水さんがお店を出て向かった先はカフェの隣にあるプレハブ。一体ここで何をするのでしょうか。今から、捕獲した鹿の解体と精肉をします。これ自分で解体して出荷してるんです。ここは清水さんが自ら狩りで取った獲物を解体し精肉している施設なんです。ちなみにこちらは保健所からもらった許可証。許可を取るときに普通イノシシシカってみんな許可個体を書くんですけど、私あのカラスとかヌトリアとかそこら辺を書いたのでびっくりされてました。30ちょっとは書いてると思います。食べれるものというあの自分なりの線引きで書きました。イノシシやシカの他にもアライグマやハクビシンなど30種類以上を申請。解体し精肉して自分のカフェ以外にも愛知県内のおよそ10店舗のレストランに卸しているんです。自宅の前に精肉施設を作ったのには理由がありました。捕獲してから1時間以内に解体場に運んだものしか食肉として利用できないんです。やっぱり廃棄率下げるには自分が取った時に自分の都合で運べるところって言ったら自分が作るのが一番いいじゃないですか。清水さんは取ってから1時間以内にさばくことで鮮度のいい臭みもない美味しいお肉に仕上げています。また狩りで得たものはできるだけ無駄にしません。解体で出た骨は飼っている猟犬の餌に。アスケ地区でできた友人も清水さんのこうした活動に共感しています。獣害駆除でその今まで破棄されてたものに対してもう食べるっていうことをやっぱ考えてみて、その命無駄にしないっていうのは、まあ、素晴らしい人ですよね。清水さんのこうした今の暮らしがあるのはもう一つ大きな出来事があったからでした。縁があって主人と結婚して、でその時にまあ病気になったのをきっかけに仕事を辞めたんですね。ちなみに何のご病気だったんですか。私がんです。はい、今もがんです。がん治療中です。清水さん34歳の時に末期がんで余命3ヶ月と宣告されていたのです。そんな時旦那さんの勧めでお米作り体験や丸太小屋作りなど自然に触れる体験を毎週のように行いました。すると奇跡的に症状が回復していったのです。お医者さんも謎なんだよね。まあ、抗がん治療はやったんですけど、まあ、そこから劇的に回復してるので私の中では、嫌なことやらなかったからかなって思ってます。ストレスって言ったらなんかちょっと逃げみたいな感じなんだけど、そういうものが何もなかった。エネルギーって何ですか。やっぱり自分の期間が一回区切られたから、だったらできる時にできることやろうみたいな。できる時にできることをやる、そんなシンプルな生き方を選びました。がんと今も戦いながらも漁師とカフェという仕事を通して農作物の被害を抑え
かつ奪った命は最後まで大切にいただく、そんな毎日を送っています。今後の目標を聞いてみると、私の仕事がなくなればいいなと思ってます漁師というのは日本の文化なんで残していかなきゃいけないけど、その有害駆除っていうのがなくなって農家さんが困らなくなってっていう風になったらいいなとは思ってます。